単なる派遣社員です。昨日までは。他在银行上班，日子却过得很不快乐。但是就在他侵占一大笔钱后，开始了称霸夜店的生活。その次は戦だ。君とは仲良くなれそうな気がするよ。自分らしいやり方を見つけろって言ったのあんたでしょ。银座夜女王在以下时间播出。お勉強させていただきます。